皆さん、こんにちは。今日は2022年6月7日火曜日です。ネットでは中国の第20回人民代表大会であったり、習近平の即投について、あるいは次の総書記などなどについての予測はあると思います。そして中国の未来についてある程度分析とか、 あるいはこれからどうなるのか、そういう予測はあると思いますが、しかしですね、私は中国の未来について、中国の人民代表大会、あるいは習近平の続投から見てほしくないんですよ。私の分析としては、一つ、6月1日、上海のオープン生産再開から見てほしいです。そして、6月4日、 1989年でしたが、天安門の学生の運動から見てほしいんです。以上の2点から中国の未来を見てほしいと思います。上海は閉鎖からウープンとなりました。上海っていうのは、以前の動画で話をしました。上海は中国の鏡です。看板です。上海を見て一つ、 コロナの状況はわかると思います。2、経済です。しかし、天安門の学生運動で中国政府の動機と目標はわかると思います。昨日の動画で話をしました。上海はウープンしました。でも、ピシ c ル検査、そして72時間ごとに向けないと外出禁止なんです。まだ上海では 今でも閉鎖したことがないよと上海市の政府は強調しています。つまり、ロックダウンということを認めないんですよ。上海は元気ですよと、ただ一時的停止ボタンを押しただけなんですよと強調しています。政府として閉鎖あるいはロックダウンを宣言したことがないんですよというふうに言っています。つまり、 会長とかオープンはありえませんと言っています。これが中国政府の技なんですよ。閉鎖となってしまうとですね、認めてしまうと、この閉鎖っていうのはですね、家に閉じ込むっていうことです。これは自分の都合には良くないんですよ。閉鎖イコール外出禁止です。イコール刑務所です。なので、認めたくないんです。なぜなら、 上海っていうのは国際的な都市です。中国の看板です。上海市の政府は6月1日オープンしますと言いました。原因があります。中国の中小企業は2ヶ月間収入がなければ67%が倒産します。これは以前の動画で話をしました。この数字っていうのは中国の北京 生花大学のレポートでした。上海市の政府はよく知っているはずなんです。5月25日過ぎて、上海市の政府は慌てて、オープンすると言いました。急でしたね。そして、感染者の数は急に減りましたし。これでわかるのは、オープンにするっていうのは、仕方がないことなんですよ。政策は変わっていませんよ。 つまり、上海市の市民は自由になっていません。現在、PCR 検査が条件となったんです。そうしないと外出禁止なんですよ。つまり、外出禁止でしたが、今は外出の制限、あるいは外出税と言います。その税金というのは PCR 検査代です。私の友達の団地ですが、外出してもいいんですよと。 PCR 検査の陰性証明書がないと、団地には帰ってくるなよと言われました。でも、自分が買ったマンションですよ。でも、帰ってくるなと言われてしまいます。では、団地にはもう出ませんからいいでしょうと。答えは、ダメです。健康バーコードが黄色となってしまうと、PCR 検査を受けるところがないんです。 しかしですが、朝5時から検査はできます。4時にいたんですよ。4時からもう列はすごい長いんです。原因ありますので、みんな仕事に行くんですよ。今日受けないと明日は仕事できないんです。なのでみんな行きます。これでわかると思いますが、上海の市民は自由になっていません。でも上海はウープンになりました。もう一つ、 裏綿があります。あるいは裏情報があります。政府の関係者がいていますので、その関係者がいてきます。服装を見ていてきますので、お金持ちそうに見えたらね、そこで提案してくれます。あなたの家に行きますから、PCR 検査、家で受けますよと。家に行くから、陰性証明書を出しますから。でも、1200元かかります。 1200件っていうのは2万円以上ですね。なので、自払いですが、でも値段は高いんです。確実に待機時間、待ち時間はありませんよと。どうですかと言われます。上海がウープンになって嫌がる人がいてますので、例えば PCR 検査をする人です。これは仕事としてやっていますので、やはり都合良くないですね。 できれば PCR 検査を継続的に永遠やってほしいんです。そして PCR 検査の検査キット製造するメーカーですね。これも非常に美味しいです。そして検査キット原材料製造メーカーです。これもまた美味しいです。それからそれを輸送する企業です。最高に美味しいです。そして団地の管理会社、警備会社です。 最高に美味しいです。団地の住民はみんなマンションに、自宅に閉じ込まれているので自分のものを買えよと言います。管理会社が持っている食べ物を買えよと言います。住民は買わないと腹ペコです。これはしょうがないですね。次は町の住民委員会。まあ大体ですね、日本のある程度自治会に近いんです。 でもレベルは全然違いますが。そして次は政府の機関。公務員は休みたいですね。次は団地の清掃員です。これもまだ美味しいです。団地の清掃員は普段サービス的な仕事ですので、今回は会議員、あるいは監視員となったんですよ。住民の行動を監視するんですよ。そして自分の配達したものですね。チップ。 お金を出してお願いしますから持ってきてほしいです。なぜなら自分は外出禁止ですので。それから自称ボランティアです。まあボランティアと言いますが中国にはボランティアありえないですね。そして他国派の方、一部の方ですが人脈あるいはお金で勤務証明書、勤務できる証明書をもらいますのであちこちに行けるから 荷物を運びます。それはまだ儲かりますね。おいしいです。そして次は、検査機構の裏にいる官僚です。まあ、当然ですね、中国の官僚は重くです。こちらはですね、トラックの事故なんですよ。トラックが事故しました。事故起きたんです。積んでいるものは果物とか荷物、糖、まあ、当館もありますけれども、実は。 もうみんなバラバラとなったんですよね。散乱しました。周りですね、村の人はですね、一瞬でみんな行きますので、みんな、みかんとか、果物とか、野菜とか持って帰るんですよ。運転手の様子ですね、無視なんですよ。これが何回も何回も何回もずっと起きていますので、運転手は無視です。まあ私はですね、 よく動画でも、前の動画で結構言いましたが、例えば、お年寄りがこけました。助けないんですよ。冷たい社会だと私は言いました。でも、裏にあるのがですね、もっとひどいものがあります。人の不幸をチャンスにするんですよね。儲かるんですよ。今回も同じですが、中国の官僚、上海、あるいは国民が困るので、 それをチャンスにして儲かるんです。例えば、外出禁止です。現在、中国では、この、Jun、ン。u n というのは、RUN、ピンでは、Jun と書きます。英語では、ジョンですね。走る。つまりですね、走って逃げる。脱出というイメージなんですよ。意味としては、中国から脱出しようねと。新しい生活を見つけようねと。 まだ、上海の若い子たち、まあ、20代後半ですが、我々は最後の世帯ですよと。つまり、我々にはもう子供はいりませんから、我々はもうこの世帯で終わりますよと。いうふうに言っています。上海の若い子はこれを言ってるんです。去年の動画で私はよくお話をしました。ネイジュエン言います。皆さんはご存知、まだ覚えてるでしょうか 内巻きと書きます。これは、仮想な競争と言います。例えば、官僚にお茶を持っていきます。お茶のコップですね。どこに置くか、ミリ単位で測ってそこに置くんですよ。綺麗に置こうとします。なぜなら、ライバルが多いんですよ。そうすると、綺麗に綺麗に置こうとします。これは、ネイジュエン。つまり、過剰な競争です。次は、 単品っていうのは、ネソペリ族です。つまり、横にな,なるんですよね。横になって、何も求めないんですよ。誰にも迷惑をかけませんから。まあ、どうせ競争が激しいですし、私には結婚もしません。不動産も買いません。車も入れません。最低限の生活をして、これで終わりです。もういいです。こういう人が多いんですね。しかし、 今年、今回ですね、順、このジュアンですが、上海のややゆとり世帯の絶望だと言えますので、逃げるんです。脱出です。中国は改革開放40年間、ややゆとり世帯、あるいはエリート族はですね、ある程度成功してきました。なぜなら、生活の状態も良くなってきたんですね。 政府のことを信じるようになったりとか、あるいは中国政府の自慢に対して喜ぶという人も増えてきたんですよ。しかしこの2ヶ月間ですね、みんなの夢は崩壊です。見直しました。中国政府と自分の関係、そして政府のパワー、力、自分の資産、財産、不動産、自由というのはとても脆いんですよね。 例えば、上海の不動産は中国の国内で最も高いです。億円いきます。億円ですね。1億円、2億円、3億円不動産はあります。みんな自慢します。高いでしょうと言います。でも、不動産は自分の資産でしょうか白い服、保護服着てる人間が勝手に家に入るんですよ。入り込んで、 消毒液をかけるんですよ。食べ物に,かにもかける。テレビにもかける。ノートパソコンにもかける。洋服にもかける。植物にもかける。何でもかけるんですよ。自由はないですよね。そして、飼っているペットは処分する。そして、隔離となってくると、鍵渡せと。鍵ないと、無理やりドアを破壊して入るから。 消毒するからです。そして自分の財産は消えるんですよ。訴えでも訴えようがないですね。証拠がないからです。家には溶けありましたと言われてもみんな認めないからですよ。つまり自分の財産、資産というのはとても脆いんです。中国政府の一つの命令で崩壊してしまうんです。そして自分の家に借りたくても 団地の警備会社は帰ってくるなと言われたらはいわかりましたとなります。これでわかると思いますがこの順ン,ンですがエリート族やや一人の生態は順ン、ジュアン脱出しようとします。次はこの単品横になるそして競争しすぎてもう嫌ですもう過剰な競争ですもう嫌ですっていうのは 普通の世帯です。中国の経済はもう期待できないんです。そして成長も期待できないんですね。そして急速に下がっています。中国はいろんな欠点あります。でも唯一の希望というのはですね、一般人にとっては経済の成長なんですよ。貧富の差は激しいです。でも大丈夫です。経済が継続的に成長するので、 いつかですね、自分もその生活が豊かになっていくので、大丈夫です。時間の問題です。と信じる人がいっぱいなんですよ。しかし現在はその夢、あるいは希望ですね、崩壊です。これでわかると思いますが、中国の未来、中国の未来というのは、中国の人民代表大会、あるいは総書記と関係はあんまりないんですね。 中国の社会は根っこから腐っているんですよ。中国の指導者は誰であっても中国の共産党員のうちの一員なんですよ。つまり、党の指導者、党の独裁者は変わると思います。でも中国の社会は変わりません。誰が総書記になったとしても彼は絶対独裁者になるんですよ。そして中国を 放置することは変わりませんので今起きていることを私は天安門の学生運動と一緒に考えてほしいと思います。1981年6月、中国には第11回大会がありました。そこで共産党の歴史の決議、大事なことを決めたんですよ。内容としては、 文化大革命を否定にしました。でも、毛沢東思想を党の方針にしました。つまり、文化大革命は良くなかったよね、と。これからは改革開放します、というのがこれからです。しかし、中国は改革開放しました。でも、1989年6月8日、天安門にはタコさんの戦車が走っていました。 大学生と市民は被害を受けました。タコさんの方はぺたんことなったんです。つまりこれでわかるのは中国の政府は改革開放しても中身は変わっていません。中国の政府はですね、好きなことはできるんですよ。国民に向けて銃を発砲するんですよ。中国政府は改革開放して豊かになったんですよ。 お金持ちになりました。外貨の準備残高、どんどん増えていきます。でも、中国の国民に対して、もっと厳しく管理するようになったんです。2020年初めから、中国はずっとこの閉鎖、オープン、閉鎖、オープンの繰り返しなんです。でもですね、今回はたまたま上海の番になったんですよ。たまたまです。武漢、天津、西洋 公衆、深圳などなどの都市は、ずっとこの繰り返しでした。また、国民の管理を厳しく。特に、PCR 検査を正常化にしようと。つまりですね、外出の税金なんですよ。外出しないといけませんよと。でも、それをするには、PCR 検査しましょうねと。でも、自己負担ですよ。天安門の学生の運動から見て、 中国の指導者は誰であっても結果は同じです。中国の今の社会の現状がですね、指導者が誰よりも、誰になったよりもですね、大事だと思います。例えば、上海の閉鎖がありました。たことの悲劇は起きていました。私も動画で話をしましたが、例えば、妊婦さんですね。持病の持ちの方、通院はできなかったり、 今でも子供の心理的な病気となっている子供が多いんです。2ヶ月間も外出できないんですよ。そして、失業者、中小企業の姫、飲食店、街の売店の経営者、大変です。中国の未来は指導者は大事だと思います。でも、最も大事なのは今の社会の問題なんです。指導者っていうのは、 中国共産党にとっては大事なんです。なぜなら、共産党員の利益の分配、権力の分配に関わるんですよ。でも、中国の国民にとっては、そんなに大事なことでもないんです。中国人にとって、まあ、我々ですが、これからの問題、一つ、低成長の時代です。つまり、行動成長期はもう終わったんですよ。もうないんですよ。 低成長の時代となってくると、中国の社会が組み直すことになってしまうのですよね。例えば、行動成長期というのはみんな自信があるんです。積極的に投資しようと、何かを買って儲かるんです。例えば、不動産を買って絶対に儲かる時代は続いていたんです。例えば、料理屋さんを作ります。その料理がマスクでも売れますので、 なぜなら、外来人口が多いんですよ。農民庫も多いんですよ。地養油だと分かっていても買うんです。でも、低成長の時代のとなってくると、農民庫はいなくなりますので、まあ、工事はしませんので、あるいは少なくなってきますので。2、中国の外交というのは、みんなに、先進国に孤立されてしまいます。これは少しずつ見てくると思います。 3. これから中国の政府は国民の管理をもっともっと厳しくすると思います。これは想像できると思いますが。なぜなら国民はですね、政府のことを信じないんですよ。そうすると政府は国民に対してもっと警戒するようになってしまいます。お互いの関係はこれで崩壊なんですよ。そうすると政府は自分を 守るために何でもするんです。結果としては、中国政府は強いです。国民はですね、何をするかと言いますと、選択肢は3つあります。1つは、単品。つまり、寝そべり族です。横になって寝るんです。もう何もしません。と。次は、わ私はもう最後の生態です。つまり、子供を作りません。と。最後は、3番目、反抗します。 動画でよく言いますが、中国の政府は儲からないと我々国民は大変ですよと言いました。その意味というのはですね、独裁者が儲かるとですね、例えば毎日美味しいものを食べるんですよ。毎日毎日食べるんですよ。そして毎日遊びます。遊んでいます。喜び組と遊びますので。そうするとですね、国民に目を向ける暇がないんですよ。遊びばっかりしますので。 当然ですが、官僚もみんな楽しむので、遊びばっかりしますので、その時にですね、国民は実に自由です。しかし、独裁者、あるいは官僚が楽しめないと、腹がペコ、ペコペコ、食べ物で困ると、どうするかと言いますと、国民の食卓から食べ物を奪うんですよ。国民から奪う方法としては、国民に 弱くなってもらうことです。つまり、今の外出禁止にしてもらったりとか、外出禁止にしてもらって、中に入って、まあ、奪うと。高いものを買ってもらうとか。あるいは、今の自由税と言いますが、外出税とも言います。自腹で PCR 検査を受けてねと。でも、受けないと外出はできませんよと。評論家、あるいは、 中国の問題を研究する方はですね、あることを忘れていると思います。どうして中国政府は国民に向けて発砲するのか東小平であっても、習近平であっても、胡錦濤、江沢民とは関係ないんですよ。この党の素質 DNA を考えないといけないと思います。私は以前の動画でよく例を言いましたが、 もう一回言います。一匹のカメ、カメちゃん、すっぽんのようなカメですね。カメ。カメちゃんは川を渡ります。そこで木からですね、ある一匹の蛇が出てきました。待ってくださいと。私も渡りたいです。どうですか乗っていいですかと、背中に。そこでカメちゃんは言います。やめてねと。噛んではいけませんよと。 私を噛んだらね、あなたも死ぬのよと沈みますから。ヘビは、いいよいいよ、安心して噛まないから。渡りましょうと。そこで一緒に渡りました。しかし、川のど真ん中になってですね、ヘビはカメの首に向かって噛んで,噛噛んでしまいました。カ、ま、メ、あ、はですね、あれってなったんですね。痛いですし、もう毒吐いてるので、あらとなったんですよ。どうするのかと。 カメちゃんはどうして噛むのかと沈みながら聞いたんですよ。あなたも死ぬのよどうして噛むのと聞いたんですよ。ここでヘビはごめんなさい。我慢できなかった。それなんですよ。つまり中国政府の DNA というのはそれなんです。ヘビです。噛まないといけないんです。いつかは噛むんですよ。先進国は 中国政府との接触の施策は間違いなんです。バイデンの政権は認めています。40年間我々は間違いでしたと言っていました。先進国は優しい気持ちで中国政府と付き合ってきました。特に日本はですね、中国の改革開放に対してすごい助かってくれましたね。豊かにしてくれました。 タコさん、日本の企業は進出してくれて、タコさんの従業員を雇ってくれて、技術者もそうですし、育ててくれました。中国政府は豊かになって、変るのをみんな期待していたと思います。やはり商売が大事ですので、そうすると中国政府は悪いことはもうしないんですよ。なぜなら、真面目に商売をすれば、利益は絶対ありますから、 真面目に商売すれば、それでいいんです。でも中国政府は変わっていないんですよ。いくらお金持ちになっても、本質は変わっていませんので、例えば今は3兆ドル、外貨準備残高ですね。たくさん持っていても悪いことをするんですよ。最後です。 これは昔中国の歴史にあるものなんです。まあ、首にかけられているんですが、手はここに固定されているんですよ。まあ、たまにあの自由の時もありますが、おろす時もあってきます。でもチェーンはかけられています。まあ、これは上海の市民の今の状態ですね。自由に行動できます。でも、このようなものはですね、つけられています。自由な行動はできるように見えますが、 でも何かがかけられていると、それが PCR 検査です。そして自払いです。PCR 検査を受けないと外出は禁止です。これなんですよ。これが中国の上海です。この動画はここまで,でしたいと思います。最後、いいねのボタンをお願いいたします。ありがとうございました。